はい、皆さんこんにちは。今日はもう今時間が6時ぐらいかな。もうだいぶ日が落ちてきまして、夕焼けが綺麗ですね。で、まあ置き場に来たんですけど、明日車検に行きたいので車をね、1台出したいんですけども、どこだっけな、車ね、この奥だったかな。この間ね、買ったワゴン R あったじゃないですか。あのワゴン R をもうね、車検取んないとね、まずいんで、これだ。これワゴンある。これ車検取りに行きます。明日行くので、まあ今日中にね、車出して、でね、明日も確かね、予約、あれ ?4 ラウンドかな ?4 ラウンドなんで、午後のね、一番最後ですね、車検に行きますんで、もう今日のうちに車出して、会社の方にね、持って行って、明日の朝からね、もう準備できるようにと思いまして、今日は置き場に来ました。なんで、今ね、仮ナンバーも借りてきたんで、仮ナンバーつけてね、出します。車何台か動かさないといけないな。何台か車を動かすので、ちょっと、そうだな、どれから行こうかな。とりあえず、まあ順番に出しますか。さあ、じゃあね、車検に行きますんで、よろしくお願いします。チャンネル登録と高評価、お待ちしております。では、今回もよろしくお願いします。さて、車の入れ替え終わりました。前にね、3台綺麗に軽を置いてみました。綺麗でもないか、別にちょっと出っ張ってるか。揃えたつもりがあんま揃ってなかったですね。まあいいや。後ろの方もこういう感じで、今ちょっとね、1台分空いたんで余裕ができましたけどね。さてと、じゃあね、ナンバーつけたんで早速ね、これで戻って明日の車検のまあ準備っていうかね、まあ予約は取ってあるし、もう何するってないんですけどね、明日の午前中っていうかね、準備して明日行きますんで。さて、じゃあ乗って向かいます。さて、じゃあね、車検を取りに行くんですけども、まずね、ちょっとこれがね、ライトがね、だいぶ曇ってるんで、これがそうですね、光軸はいいけど光量がね、怪しいと思うんで、さすがにこれはね、磨こうかなと思います。じゃあまずはね、これを磨いて綺麗にやっていきましょう。でね、ここで使うのは皆さんご存知、どこのご家庭にもありますよね、あるかな、ピカール金属磨き。まあね、金属磨きって言ってますけどね、別に何でも大丈夫です。何でもって言っちゃおかしいかな。ほら、プラスチック類ね。こういう感じでね、使えるんで。まあ表面がね、綺麗に透明になれば、大体ね、大体透明になればいいんで、まあそこまで綺麗にしなくてもいいかなっていう感じですね。車検通ればいいんで。じゃあね、綺麗にやっていきましょう。まあまずはこの辺ですよね。この辺から綺麗に。まあこの辺もね、綺麗にしますけど、将来的っつうか納車までにはね、知れますけど、まずはね、ここをきれいにしないと光量がね、足らないかもしれないんで、優先的にここだけやります。さあ、やりたいんですけど、三脚知りません？僕の三脚がね、なくなって、あれどこ行っちゃったんだろう。三脚なくてね、磨いてるシーンをね、撮りたいんですけど、三脚見つかんないんで、適当にやります。カメラ適当に置いてね、やりますんでね。どうだろう、画角的にこの辺でいけるかな。今ね、ブロック塀に置きましたんで、ちょっとこれでやってみます。よいしょ。さて、どうかな。まあね、表面のくすみはいいんですけど、これもうね、ひび、細かいひびが内側にね、入っちゃってるんで、これはさすがにね、ピカールでは無理なんですよね。まあ本当にサンドペーパーとかでね、1000番とか1500番とかのサンドペーパーでガシガシやんないと多分無理なんで、それはね、また改めてやりますけど、今回はね、車検に通るだけの磨きなんでね、こんなもんにしときましょう。あんま時間もないんでね。まあ、これがね、反対側ですね。反対側と比べるとやっぱりだいぶね、綺麗ですよね。これが左側、これ右側。ま
まあ、車検にね通るレベルで綺麗にしましょう。では軽自動車検査協会に到着しましたので、これからねラインに入って車検を取るのと目原稿同時に行います。というわけで今ラインに入ってきました。ヘッドライトがねやっぱちょっとね調子悪かったんで、若干ね調整だけしましたけども、あとはね特に問題ありませんでしたので、これでねナンバーもつきました。青宮ナンバーの新しいナンバーがつきましたので名義変更も終わりということで、これで終わりにします。なんでね、一旦帰ってどうしようかな、車検まあ、車汚いんでね、ちょっと車をクリーニングしたいと思います。なので置き場には戻らず、このまんま一回ね作業場に戻ってちょっとクリーニングをねやっていきたいと思います。さあどんだけ綺麗になるか楽しみですね。じゃあ戻ります。じゃあね車検も終わったので早速ね車きれいにしましょうかね。まあね汚いところっていうと、こういうねグリルの隙間ありますよね、こういうところにまあ土がね溜まっていたりしますね。それからね縁ですね、こういった隙間、こういうところにもね汚れが溜まっているんで、こういうところをねブラシを使ってきれいに掃除をするという感じです。でね、洗車機に軽く入れたんですよ。あの外装のねざっくりとした汚れを取るために洗車機入れたんですけど、洗車機でもねこういうところに溜まってるこういうのはね微妙に取れないので、こういうのはね綺麗に掃除しますね。ポイこうやってねポイポイと掃除します。まあね隙間、こういったねまあこういったなんつうの、さっき言ったこのグリルのねとかこういうエンブレムのね汚れとかっていうのも綺麗にするとだいぶね見た目良くなるんでね、早速やっていきたいと思います。さてざっくりとね洗いました。こういう隙間とかね綺麗になりましたね。こういう状態にねしないといけませんね。それからこの上、ここもねちょっとまだだいぶこれたわしでねこすってちょっと落ちないんで、たわしでたわしに持ってきますけど、こういうね泥汚れもあらかじめこうね水でふやかしておくと取りやすくなるので、ちょっとなるべく早めに水をかけて前処理というかねやっていきたいかなという感じですかね。じゃあまあね、もう少し綺麗に流していきて、あとは後ろかな、後ろもやっていきます。
このウルトラハードがね、だいぶ調子いいんですよ。これよく効くんで、これをね、まんべんなくホイールに塗りたくってね、これ放置するだけでね、綺麗になるんですよ。おすすめです。お値段がね、どんぐらいかな、2000円ぐらいかな、そんなに高くないんですよね、確か。5分放置でね、乾いちゃいけないんですよ。乾燥しちゃうと良くなくて、5分以上放置するのも良くないので、こういう感じでね、さあ塗って5分放置します。まあ場合によってはね、こすってもいいと思いますけどね。では5分後に移動。さあ一応ね、5分経ちましたね。どうでしょうか、この縁についたこういう液体がね、もうだいぶ茶色っぽくなってるんで、落ちてはいると思うんですけどね。一応水流しして、まあこすり洗いはちゃんとします。こんなね、物臭してもしょうがないんでね、綺麗にして納車したいんで、一応流してみましょうか。じゃあまずはね、水をかけてみます。あーでもやっぱ落ちてるね。ほらこの辺なんか触ってないけどちゃんと落ちてるもんな。ここもそうだし、まあこれだったらね、ちゃんと普通にブラシでね、ゴシゴシすれば、ほらほら、あっという間、あっという間ですよ、あっという間ね。ほらやっぱりね、これ効くんだよな。非常にね、重宝してるんですよ。めちゃめちゃ落ちるな、めちゃめちゃ落ちる。いいっすね。じゃあ流してみます。おお、大きく乗った、ナイス。いいっすね。あ、ちょっと洗い残しがね、洗い残しはね、くるくるホイール確認して、一応ね、チェックしておきますけどね。とりあえず今は目に見える範囲きれいにしました。おお、立派立派。うん、こんだけね、きれいになればいいでしょう。お客さんもね、不満はないと思います。じゃあね、このシートの座面のこの辺がね、やたら汚れてるんですよね。でこれもちょっときれいにしてあげたいので掃除しますね。他の部分はね、結構いいんですよ、悪くないんですけどね、ここだけ全部汚れてるんでね、掃除します。さあシートもですね、綺麗に掃除したら、もうほら模様が見えますよね。模様が見えるぐらいには綺麗になったので、手触りもね、復活してますね。まあ、特にね、ひどかったこの周り、この辺、ちょっとこれ光が飛んじゃってますけどね、この辺がね、非常に状態は悪かったんですけども、だいぶ良くなりました。ということで、これでね、車内の清掃は、まあ、こんな感じで終わりにします。というわけで、お客さんのね、家の近くに来ました。今からね、納車行ってきます。だいぶね、綺麗になったんで、喜んでいただけるんじゃないかと思ってますんで、ぜひね、大事に乗っていただければと思います。ということで、今回の動画は以上で終わりにします。チャンネル登録と高評価、お待ちしております。よろしくお願いします。では、今回も動画を最後までご視聴いただきまして、ありがとうございました。